シカゴオヘア国際空港はアメリカ合衆国のイリノイ州シカゴにある国際空港。シカゴ郊外にある7本の滑走路を持つ巨大空港でユナイテッド航空の本部アメリカン航空のハブ空港である。2005年までは離着陸回数が世界一の空港であった。空港の建設は第二次世界大戦中の1942年に行われた。これは ダグラス C-54 輸送機の製造工場用の飛行場であった。工場の位置の選定にあたっては、シカゴから適当な距離があり、広い敷地が得られることが条件となった。ダグラス社は1945年に西海岸へ移動し、当地の名称はオーチャード飛行場となった。1949年に第二次世界大戦のエースである、 エドワード・ブッチ・オヘアを記念し、オヘア空港に名称が変更された。ターミナル・オヘア国際空港は、現在4つの旅客ターミナルを持っている。各旅客ターミナルの間は、無人鉄道で結ばれている。ターミナル1.23は、セキュリティエリア内の歩行通路によってもつながっている。国際線到着はすべてターミナル5に到着する。ただし、 カナダからの便はその航空会社が用いているターミナル1.23に到着する。国際線出発はアメリカ系航空会社の大多数の便がその航空会社が用いているターミナル1.23から出発する。敷地の南西側には大きな航空貨物建屋がある。敷地の西側にターミナルを集約し、大規模なターミナル集合体を建設する計画もある。 就航都市ターミナル1ターミナル1のコンコース B&C 間をつなぐ連絡地下、通路ユナイテッド航空系列の国際線出発便、国内線出発便、国内線到着便、スターアライアンス系列の外国籍航空会社の国際線出発便現在のターミナル1は、1955年建設の国際線用発議ターミナルに変わるものとして、1987年に建設された。 米国籍及びカナダ籍の航空会社の出発便及び到着便ターミナルには1962年の大規模な空港拡張の際に建設されたアメリカンイーグル及びアメリカン航空米国籍航空会社の国際線出発便国内線出発便国内線到着便ワンワールド系列及びスカイチーム系列の外国籍航空会社の国際線 出発便ターミナル3は1962年の計画の中心として建設された。さらに1983年、コンコース L の建設というより有意義な拡張が行われた。ターミナル5は国際線到着便専用のターミナルであり、入国管理局のあるターミナルである。従い、ターミナル5からの出発便はない。国際線出発便は、 各々ののアライアンスのサービスターミナルで国内線出発便と混在してあり、国際線出発便専用として別枠を設けていない。なお、カナダ便はカナダ出国の際にアメリカ合衆国への入国手続きを出発地で済ます。関係上、この国際線到着便専用のターミナル後には到着せず、アメリカ国内線のターミナルに到着する。国際線到着便。 スターアライアンス系列航空会社ワンワールド、系列航空会社スカイチーム系列航空会社、その他の航空会社、ありがとうございます。